はえよ、めっちゃ朝じゃねえか。さあ気合い入れて出発よ。はい。本当に月を壊さずに済む方法なんて見つかるのかよ。見つけなきゃしょうがねえだろ。それに実際、さすが S 級クエスト燃えてきたぞ。呪いなんか凍らせてやる、ビビる子だね。うん、なんだ、うわっ、ネズミ、逃げろ。アイスメイク、フロア。見て、何か建物がある。今のうちにあの中に。それにしてもボロいな。これ、床とか大丈夫なのか。バカラスなるじゃん。ハッピー、みんな抱えて飛べる？無理だってば。なんだ、こりゃ。デリオラ、あれは、あれは。デリオラ、厄災の悪魔。人の声したの、この辺り。あ、ユーカさん、トビーさん、悲しいことですが。シェリーか。アンジェリカが何者かの手によっていたぶられました。あいつらこの島のもんじゃねえ、匂いが違う。それに呪われてる感じがないよ。デリオラを見られたからには生かしては返せません。侵入者に永遠の眠り。あいつらデリオラを何のために持ってきやがった。この島の呪いとどう関係があるのかわからねえが、これはこんなところにあっちゃならねえものだ。この悪魔まだ生きてるんだしな。よし、そういうことならこの悪魔をぶっ倒してみっか。火の魔導士がこれに近づくんじゃねえ。氷が溶けてデリオラが動き出したら誰にも止められやしねえんだぞ。それは溶けることのない氷、いかなる爆炎の魔法をもってしても溶かすことのできない氷だ。溶かせないと知っててなぜこれを持ち出した。ここで待つんだ。何を？月が出るまで待つ。島の呪いもデリオラも全ては月に関係していると思えてならねえ。待つといったものの暇ね、やっぱり。開け、ことざの扉、リラ。よー、久しぶり、嬉しい。ね、今日は何の歌歌ってほしい？ねえよ。行くぞ、光の元を探すんだ。はい。なんだあれ。し、本当に月の光を集めてんのかこいつら。それをデリオラに当ててどうする気？ベリア語の呪文、ムーンドリップね。この島の人が呪いだと思ってる現象はムーンドリップの影響だと思うわ。一つに集まった月の魔力は人体を猛煎する。あいつが霊帝か。村を消してこい。は、了解だ。この声、おい、嘘だろ。もうコソコソするのはごめんだ。そのくだらねえ儀式とやらをやめやがれ。リオン、久しいな、グレイ。よせ、ナツ、動くな。ナツ、ハッピー、ルシーを頼む。はい。フェアリーテイルの魔導士を甘く見るんじゃねえぞ、こら。ウルの弟子じゃねえ。お前もさ、ウルはもうこの世にはいないのだから。だっ、ぐ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 
ただそれだけだ。名前を口に出すのもおこがましい。アイスメイクイーグル、アイスメイクシールド、アイスメイクハンマー、アイスメイクエイプ、アイスゲイザー。もう二度とウルを超えることができないと思っていた。だが一つだけ方法があった。ウルでさえ倒すことができなかったあのデリオラを倒すことができたら、俺はウルを超えられる。お前がデリオラなんかに挑んだか、ウルが死んだんだぞ。消え失せろ。起きるんだグレイ、起きるんだ。起きろグレイ。あっちだ、俺行くぞ。待て、歩ける。夏、ああ、俺にはお前のこと言えねえ、何も言えねえ。というわけでね、これから攻めてくる奴らはみんなをそんな姿にした犯人なのよ。そいつらは森の遺跡に住み着いていて、みんなの体をそんな姿にした犯人なんです。そんなことは聞いとらん。月はまだ壊せんのか。村長、落ち着いてください。さあこっち、開け処女宮の扉、バルゴ。姫、準備が整いました。ありがとうバルゴ、さすがに早いわね。こんな子供騙しな罠にかかるとはどうしても思えないよ。何言ってんのよ、完璧な落とし穴じゃない。ルーシーさん、何か近づいてきますよ。奴らだわ、もう開けて。みんな無事か。氷が割れてる。あれ、火でもダメだったのに。さ、作戦通りだわ。グレイ、なんだあれは。おルシー、アンジェリカ、おやりになって。キュー、みんな村の真ん中に集まれ。ハッピー、飛べるか。はいさー、これで吹っ飛べ、カリュの攻撃。あ、村がみんな溶けちまった。ひどいもんじゃ。行くぞ。え、おいらもいるぞ、魔導士さんだ。俺もやるぜ。グレイ、気がついたの。夏、なめんなよ。怪我人は寝てりゃいいんだよ。グレイをお願いね。任せてください。さあ、行くぞ。私だってフェアリーテールの意地。てか止まりなさい、村の人に手出すんじゃないわよ。何してますよ、尻尾を止めたら。ほら、ちょっと見てくる。頼んだぞ。波動、こんなものぶっ壊してどうかな。波動、ほれ、すり抜けた。カリウの円柱ダッセメメガクラゲ、分かってんじゃねえよ。おっと、つうかちょっと待て、ここに何かついてるぞ。あれ、意外と君。レイテイ様、あのグレイとかいう小僧になぜとどめを刺さなかった。くだらん、あれだけ打ち負かせば歯向かう気も大きいんさ。それでも邪魔をするようなら、その時は躊躇なく。よくもやってくれましたわね、お嬢さん。許しませんわ。上等、かかってきなさい。打った通る。金銀宮の扉、やりなさい。
方が言うことを聞きません。そっちだ、金芸空の扉タウロス。ロシアンルーレットパンチなんていかがかしら。お願い、私との契約を思い出して。タウロス、俺と契約したらあんたとあんたのナイスバディは必ず守ってみせる。絶対、もう絶対。精霊魔法のゲートは互いの同意の上なら開閉できる。目覚めて、タウロス。成長してる。そうよ、私だってフェアリーテールの一員なんだからね。